今回はスピンがかかる打ち方という題です。はい、はい、スピンは本当に自信なくて、はい、全然打ち方もわからないので、うんうん、ぜひ教えていただきたいです、はい、そうですね、はい。まあ、基本アマチュアの方というのはこう、まあ、よくやるポッコンって言ってこう球がポンと上に上がって、はい、ゴロ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 と転がってしまう、はい、っていう打ち方の人が多いんですよね、うん、でそれはなぜかというとやっぱりどうしても、まあ、基本は転がしなんですけどスピンがかからないのはフェースにボールが乗っていかない、うん、まあ、パンって当たってすぐ弾かれちゃうと、はい、まあ、ちょっとなんですけどやっぱりこうボールとクラブが設置している時間が長くなるように。それは聞いたことあります。すごい、はい、長く時間乗ってるとスピン効きますっていう。そうですね、聞いたことあるし、なんとなくイメージは分かるんですけど、はい、やるのが難しそうで、はい、そうですね、はい、でまずはそのスピンがかかる打ち方っていう、まあ、ポイント3つですね、はい、をちょっと学んでいただけると。そのポイントとは何でしょう。はい、まず1つ目は、はい、フェースを開いていきます。開くんですか。はい、開いていきます。さっきも開く、はい、さっきの開くは左足、まあ、ボールを上げるロブですからね。そうですね、上げるための開き方、はい、次はその開いた状態でボールをちょっと右足寄りに、はい、右足寄り、はい、はい、こういう状態ですね、はい、さっきのはこういう状態、はいはい、こういう状態、こういう感じで、うん、開いていきます。でそれを上に振っちゃうと結局さっきのロブショットとあまり変わらない、はい、球がポンと上に飛んでしまうだけなので、それを体でボールをちょっと捕まえていきます、はい、アマチュアの方はどうしても、まあ、手先がの動きが強くてどうしてもクラブをこういう風に手首でどうしても動かしてしまいます、はい、そうするとフェース面の動きというのはこういう風に開く動きがどうしても強くなってきますね、はいはいはい、そうですね、そうですね、それを自分の体を軸として体が左足に体重に乗っていって体が回転していてっていう動きをつけてあげるとフェースのロフトの角度が変わらずにほぼ開かせないっていうことですかね。開くのはもうアドレスで十分。そうです、開いてます。右足上に置きます、はい、フェース開いてますといるので、それをそのロフト角を変えないように、これがそうですね、ってなってしまうと、はい、ポコンと球が上がってスピンがかからないことが起きてしまうので、はい、そこちょっと注意して、はい、実際体で捕まえる、わ、はい、かりました。やっていきましょう、はい、じゃあ実際やってみましょうか。はい、お願いします。はい、フェースは開きます、はい、ボールの位置は右足、はい、右足寄りです。近っ、よし、開くのこのぐらいでいいですか、うん、OK、開いて重心どっちでしたっけ。ちょっと難しいですけど。難しいですけど、そうですね、でも近いものはありましたかね。そうですね、ただそういう風に準備をして打ってあげると、うん、まあ、スピンがかかってますので、まあ、はい、やっぱりちょっと高度な技なので、うん、ちょっとやっぱり練習していただかないと、そうですね、そう、確実にはちょっとできないんですけれど、うん、まあ、そういうことをすれば準備をしておけばボールは捕まってスピンが効きますよと。でもできた時はもう相当かっこいいですもんね。相当かっこいいですね頑張りたいですね、はい、ぜひやっていただけたらなと思います。はい、ETGA 河内雅宏の5分でわかるショートゲーム講座 with 板倉由紀の。番組をご覧の皆様にプレゼントがございます。
ETGA 公式カリキュラム DVD を抽選でプレゼントしたいと思います。この後私が出題するモノマネクイズの答えをハガキに書いてお送りください。詳しくはこちら、こちらご応募待ってます。待ってます。よかったいいですか。なんかさちょっとさ